それでは発表項目の方に移らせていただきます。本日は全日本女子レスリング強化合宿について発表をいたします。昨年4月に全日本女子レスリングチームの熊本市での強化合宿が実現をしまして、この強化合宿に参加されたアスリートの中から今回のリオオリンピックで金メダル3名、銀メダル1名というメダリストが誕生をしました。前回の合宿を機にこの日本レスリング協会に対し継続的にこの合宿を熊本で行っていただくように誘致活動を行っておりましたところ、このほど2回目の全日本女子レスリングチームの本市における強化合宿が決定をいたしました。期日は平成28年10月31日月曜日から11月6日日曜日までの7日間で、前回と同様熊本県民総合運動公園体育館および周辺施設で行う予定でございます。参加選手は金メダリストの遠坂選手、川井選手のほか、2020年東京オリンピックを目指す若い選手の方々が35人、それから監督コーチを含めますと44人の皆様方が参加予定でございます。リオ五輪後初めての強化合宿がこの熊本市で行われるということでございます。さらに熊本自身の復興支援ということで酒井和人監督と遠坂川井亮選手のトークショーも計画をしております。今回の全日本女子レスリングチームの合宿誘致の成功を踏まえ、他の競技も本市で合宿をしていただけるよう、今後も積極的な誘致活動を展開してまいりたいと考えております。